こんばんは。5月6日水曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。5月5日までのメーデーの5連休に各地では商品券の配布などが人々の消費を刺激しました。メーデー連休終盤の4日、U ターン客の増加により鉄道の旅客輸送量は延べ530万人に達したと見込まれています。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。5月4日の青年節を前に、習近平中国共産党中央委員会総書記が全国各民族の青年にお祝いのメッセージと挨拶を伝えました。 EU 駐在の張明中国大使が新型コロナウイルス感染症の国際プレッジング会合のテレビ会議に出席しました。以上が今日の主な内容です。はじめに、5月1日から5日までのメーデーの5連休には中国各地で商品券の配布や販売が行われ、人々の消費を刺激しました。上海の南京路にあるショッピングセンターは久しぶりに大勢の客を迎えました。1日午前10時、300元で購入できる400元相当の商品券1万枚が1時間足らずで完売しました。また、陝西省西安市新城区では、区政府が資金を拠出し、3月末から5月中旬にかけて、観光エリアで利用できる総額30万元相当の商品券が提供されています。連休期間中に観光エリアの人気は回復傾向を見せました。さらに、浙江省杭州市では、市政府は市民に1000万元相当の商品券を配布しました。湖北省の農産品や農業副産物の購買に使ってもらうことで、現地の農業産業チェーンの回復を支える狙いがあります。メーデー連休の終盤を迎えた4日、U ターン客の増加を受けて、鉄道によるこの日の旅客輸送量は延べ530万人に達したとみられています。中国国家鉄路集団有限公司は4日の営業終了前の発表で、 U ターン客の増加に伴いこの日の旅客輸送量は延べ530万人に達するだろうとの見込みを発表しました。同社は列車を225便増発して感染拡大の抑制を確保するとともに、安全性と快適性を提供しています。なお、5月3日の全国の鉄道利用客は502万5000人で、193便が増発されました。そのうち北京鉄道の利用客は28万9000人、上海鉄道は116万1000人、広州鉄道は86万3000人となりました。各地の鉄道部門は連休中、旅客の増加に合わせて列車の便数を調整したほか、各駅や各列車での検温、駅の換気、緊急用隔離席の設置などの感染対策を徹底しました。続いてトップハイライトのコーナーです。5月4日の青年節を前に、習近平中国共産党中央委員会総書記、国家主席、中央軍事委員会主席は、共産党中央を代表して全国各民族の青年に向けたお祝いのメッセージと心からの挨拶を伝えました。習総書記は、青春は錬磨によって、人生は奮闘によって高められる。突如として襲ってきた新型コロナウイルス感染症に対し、全国各民族の青年たちは中国共産党の呼びかけに応じることで、感染症の予防抑制活動に積極的に取り組んできている。艱難を恐れず勇敢に突き進む奉仕の精神は党と人民から高く評価されている。私自身も誇りに思っていると述べました。EU 駐在の張明中国大使は現地時間4日、中国政府を代表して新型コロナウイルス感染症の国際プレッジング会合のテレビ会議に出席しました。張大使は挨拶の中で、
中国は国際社会の責任ある一員として自国の依然として厳しい状況を克服しながらも他国に対してできる限りの必要とされる支援に努めている。中国政府は150以上の国と国際組織に応急物資の支援を提供し、160以上の国及び国際組織とのビデオ交流会を120回余り実施し、17カ国に19組の医療専門家チームを派遣したと紹介しました。WHO 世界保健機関は現地時間4日、新型コロナウイルス感染症に関する記者会見を開き、アメリカのトランプ大統領及びポンペオ国務長官らが唱える新型肺炎の武漢研究所起源説について否定しました。WHO で緊急事態対応を統括するマイケル・ライアン氏は、遺伝子配列に関する研究結果と WHO に寄せられたすべての情報から、ウイルスは自然界に由来するものであると確信しているとの考えを述べました。香港各界の1545人の発起による組織、香港再出発大連盟が5日午前に香港で設立を宣言しました。この組織は香港の社会各界の人々を団結させ、共通認識を固め、香港の再出発の道を模索することを活動の目的としています。この日の発表会では、組織による共同宣言が発表され、一国二制度の堅持と香港の再出発の推進が呼びかけられました。以上、今日のニュース、劉英がお伝えしました。